じゃあ始めてきます。おはようございます。ああ。2件目、朝のトレーニングやっていきます。担当の方です。よろしくお願いします。ああ。あの、朝のテーマは、朝を起きて、まあ、体をトレーニングとかで活性化させて、免疫力を上げようというものをテーマに前やっています。で、まあ、今回、その、自宅にいることが多くなって、まあ、いろんなことは今、世の中回って、大変なことになってるんですが、まあ、ユダが今、体の不調、なんかここ痛いなとか、うん、気になるなってとこ、すぐ上げるとしたらどっかある？ね、肩と首。肩と首。肩と首。なるほどね。やっぱりそこら辺がやっぱり多いね。昨日も、なんか話聞いてて、一番気になるところどうですかみたいな話をしてたら、大体、まあ、首だったり肩だったり、まあ、次に来るのが大体腰だったりとかっていう感じだから、まあ、ちょっとその辺をちょっと今日は軽減するような、まあ、エクササイズ、トレーニングをやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、少し多めになってきてから、ちょっと自分の姿勢をこうやって見てくれっていうのをちょっとやるんで、ちょっと一緒によろしくお願いします。はい。はい。じゃあ、ちょっと多めますからね。これは音声ちょっと一回ミュートにしてもらって。ミュート？うん。オッケー。オッケー。で、右足前に出して、前ならえ。で、この状態で、腕を上げていって、目線を上にしながら、ぐーっと体を倒していく。はい、後ろに、そう、はい、3、はい、あと2回、1、はい、あと、お、で、今度はこの状態のまま横にスライドしていきます。肩は上がらないように気をつけて、そう、2、はい、3、はい、ね、はい、あと、はい、OK。で、次は左足に変えて、ちょっと前なら、で、上に上げていって、はい。はい、戻す。上げて、2、戻って、3、はい、戻して、4、ありがとう、7、8、で、今度この状態のままここに開いて、そう、で、前に首がこう持ってたとき、こうならないように気をつけて、ね、体のそのまま頭の軸で回る。そう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 。はい、3。はい、ラスト。5。はい、OK。で、次は手を前に出して、前に出して、お尻引いて、ぐーっと、この感じで、猫のポーズみたいな感じで、の、で、そのまま右手を半分ずつ、横に振り寄せていきます。で、左の背中が伸びるところまでぐーっと伸ばして、
最初の戻って左に5分いきますと
そこを壁に押し付けるようにして顎を引いて、うん、そうすると首の後ろのあたり使うの分かる？うん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 。それが一番肩こりとか首の痛みとかが調整できるような姿勢。そこがしっかり首を、うん、頭をこうコントロールして維持してくれてないからどんどん首が前に行っちゃって体がきつくなるから、うん、その状態でまず10秒でそこでちょっと意識してもらって、多分それすごい窮屈だと思うから、うん、そこをちょっと改善するように今日はやっていこう。ああ、でも完全に浮いちゃってるね。浮いてるね。そうそう、オッケー、了解。で、その辺も踏まえてちょっと動きをつけていきましょう。オッケー。じゃあちょっとトレーニングの方、だいたい体は分かったのでやっていきましょう。で、主に今日背中を使うから、うん、意識として手を結構上げたりするんだけど、こういう風にならないように気をつけて。あと、横から見たら、こういう風にならないように。うん、これだと全然効果がなくなっちゃうから、しっかり引いて、頭を少し、この辺を後ろに引く状態でやるようなイメージで。OK、うん。OK。手は力入れないようにね。OK、うん。じゃあ、行きましょう。まずはうつ伏せで、はい、OK、で、万歳で、親指上にして、で、この状態のまま手を上げる。体を上げるんじゃなくて手だけ上げて、はい、そうで、上に上げる。1、2、3、4、上体じゃなくて手を上げて、5、6、7、背中意識して、8、9、10、あと2回、1、2、はい、OK。 で、次は外に手を開いて親指上にしましょう。で、この状態で肩甲骨から引く。イメージはこんな感じ。この状態でこうじゃなくてこっち、こういう動き、背中を寄せて胸を開くような運動をやってみましょう。はい、おい、これも12回以降この状態で、こんな感じで顎を軽く引いて手を上げる。1、2、親指が上ですね。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、とにかく1、2、はい、OK。 で、肩甲骨、背中のところなんとなくイメージつく。うん、 OK。 そこは熱くなってくれば OK。 この辺が熱くなってくるとちょっと違うから、それ気をつけて。OK。 で、次はバンザイから、バンザイから肘を下げる。こうならないように真っ直ぐ肘で。 OK。 そう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 、 OK。 じゃあ、うつ伏せになってまずバンザイ。そう、で、その状態から引く。1、2、3、そう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 、4、OK。 さらに5、5.6、はい、7、8、9、10、はい、1、はい、2、OK。 そうそうそう、OK、OK。 背中で絞るイメージで、次はちょっと立って背中を意識していきましょう。両手を合わせて手を前にして、
たままお辞儀をしていくような感じで、体をこう、こうじゃなくて、まっすぐなもの、ここまでしか戻って、このまま上がる。そう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 。肩上がらないようにして、背中引いて、そうそうそう。顎を引いて、目線は下げないように、もうちょっと下げて、で、お尻を後ろに、そう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 、そこから上がってきて、そう、1、そうです。ここは丸くならないように、足から下げて、別にしていきます。そうそうそう、そう、この状態から、ぐーっと下げて、で、背中で戻る。そう、1、そして、2、そう、3で、下を見ちゃうとこういう風にどん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 丸くなってくるから、起き上がると背中が引っ張ってきて、首のこれで起き上がっちゃうから、そう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 、このままずーっとここを軸に動かす感じ。そしてこう、前に倒して、そう、で、いろいろ上がってくる。1、そう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 、決断して、決断して、決断して、はい、戻ってきて、そう、足は肩幅に広げても OK、 ぐーっと、はい、戻って、はい、アップ、結構1、1、1、はい、アップ、はい、1、1、1、はい、アップ、ラスト1、1、1、はい、持って、OK。で、次は、膝立ちにして、今の似てるような、この状態で、立ったり、膝立ちで、今この状態で、体を倒しました。こうならないようにして、そしてこっちに、で、このまま、体をまっすぐ立てたで、バンザイして、ちょっと似てる、うこ向けの状態からちょっと違うわ、体を少しだけ前に倒す、そう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 、そのまま引いて引いて、で、首が前に引かないように気をつけて、喉の方を後ろにちょっと引きながらやってみましょう。OK、いきます。で、少し前に倒して、そうで、お尻と背中で支えながら、万歳。で、息を吹く。1、5、2、足をついていいぞ。はい、3、5、4、まっすぐ押していくよ。そう。はい、5、いいね。はい、6、そう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 、7、よし、8、9、10、よいしょ、はい、よいしょ、10、はい、OK、いいね、背中の感覚で感じるのわかる、うん、OK、じゃあ次は体を逆で支えるイメージを持ってましょう。この状態で肘を手について、両足は開いて OK。 そうそうそう、で、体を上げる、まず、そうで、手でグッと地面をグッと、そう、背中で押す感じ、そうで、ここが今背中以外丸くなっちゃうから、ここを上げる、この、そう、食べる、ここを上げるこの辺からグーッと上げる感じ、ね、ご飯も食べて、ご飯も、そう、上げて、そう、目で持ち上げて、そうそう、そのままで、頭少し下げていいよ、後ろにグーッと下げて、軽くそうそう、あ、次、顎を引いて、そう、そのままグーッと背中で地面を押す、そう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 、これちょっとキープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
5、6、7、8、9。はい、OK。 腕を後ろで体を支えようとすると、こうやって丸くなっちゃうから、うん、そう、背中で支えるというよりも、どちらかというと、下半身で支えるような状態になってるから、意識は、この背中でぐっとブリーチするような感じ、イメージ。うん、じゃあ今度は足を伸ばしてこっちの方をちょっとイメージしやすいかな。手をまたこういう感じでついて、そうで、その状態から体を上げていく。じゃあ頭をこう後ろに持っていかないようにして、顎を引いてこのまま、そうそう、でもうちょい、胸を上げる、そうそう、 OK、 キープ、1、2、3、4、5、背中意識、肩甲骨絞って下に、6、7、8、9、 OK。 そう、今の姿勢いいね。 OK、OK。 これで今もう一回やろう。背中でグッと絞る感じ、こうやって頑張るんじゃなくて下に引くイメージは、手を後ろに組んで、そうで、手を体から離して、で、斜め下に引っ張る。そう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 。で、頭を前に出ないように、ちょっと後ろに引いて、後頭部。そうそう。で、胸をここをグッと上げる。で、後ろに引っ張る。そう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 。これすると、多分、背中がグッと寄る感覚があると思うから、なんとなくわかる？うん。OK、その感覚で今のもう一回やってみましょう。今の感覚持って手を足伸ばして、手をついてグッと、そう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 、で胸上げてもうちょい。 OK、 キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK。いいね、こんな感じ。 OKOK、 だいぶいいね。で、次は使って長打で手をついてお尻を引く。で、この状態で肘を引いて歩く。1、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 
1、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 1
が前で触れてる、この肩よりも肘が前でこうやって振ってるから、うん、そうすると肩甲骨は引けなくて肩が動いてるだけになっちゃうから、どんどん体が回くなってきて、こういう状態になってくる。常に体を開いて、これが肩よりも肘がこう下がってきて、ここよりも下げるイメージ。そうすると肩甲骨が引っ張られるから、相対的に股関節が前に勝手に出てって肩が連動して動くようになるから、ちょっとそこをイメージしつつ、胸を常にちょっと斜め上に向ける感じで、前に向いて目線下げないようにして、もう一回歩く。そう。1、2で、1、1、1、1、1、そう、体の前に倒さない。OK、腕もる。1、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 
うん、OK、じゃあこれをちょっと最後少し負荷をかけつつやっていきましょう。6回20秒を20秒今のようにこう動いて、で10秒間休んで、で次の20秒はその状態、ここ動かなくていいからひたすら振る、うんうん、でまた10秒休んで、
ていうのを3回だけ6セットで、意識は背中、疲れてくると太ももも丸くなっちゃうから丸くならないで常に前を向いた状態でしっかり上げながら今を OK。 一発目は20秒間行ったり来たりするだけ、こうやって1したら外れてきたらもう下がる、これを続ける OK。オッケー、行きましょう。じゃあ準備に10秒前。オッケー。はい、じゃあ行きます。5秒前。3、2、1。はい、歩いて。1、1。しっかり引いて、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 で、歩いてきたら戻る。そう、目線下げない。はい、前。そう、はい、OK。はい、ちょっと準備休んで、次は、ひたすら振る。肩が上がらないように、横断ないように気をつけて、しっかり、さっきの意識して、ゴー、ほい。今度は左手を置いて、右手を斜め45度でお尻引いて、
ちゃん、ご飯は？えい。ねえ。次はちょっと首をつけましょう。この状態で、顎を軽く抜いて。ねえ。首の上、後頭部のこの首の上のラインあたりで、床をぐーっと軽く押して。で、押すと、顎が上がってくると思うから、顎は上がらないように引きながら押す。そうすると、首の上の方、多分この辺に、この辺がちょっと硬くなってる感じがあると思うから、これでちょっとキープして。うん。なんでわかる？うん。うん、顎は上がらないように注意してね。顎を引き締めなくていいから、ナチュラルに軽く下げる形で、耳のちょっと上くらいから後頭部をスーッと床を押して、キープ。で、呼吸止めないように息を鼻で吸って、口から吐きながら。OK。で、起き上がってもらって、次は、膝立ちで OK なので、こんな感じで、正座でも OK。で、万歳して、天井に向かってぐーっと、上に向かって手を伸ばして、そう。で、この時に、肩がこう上がらないようにして、胸を天井を斜め上に向けていくようなイメージで、ぐーっと上に上げる。で、指先を見て、目線も上に上げよう。で、そのまま、真横に倒して、ぐーっと倒す。そうすると、横の脇腹、背中から伸びてきます。そう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 。で、このまま肘、頭の中心を組んで、で、さらに倒す。そう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 。はい、OK。で、もう一度上に上げて、で、横に倒していって、で、頭の中に手を組んで、さらに倒す。OK。で、そうしたら、自分の頭、右手で、左の耳の横に手を当てて、そう、で、こっちの手を後ろに回す。こんな感じ。楽な状態で。そう。で、このまま真横に首を倒して、ゆっくり。そう。そうすると、ここが伸びてくると思います。そうそうそう、そう、真横にゆっくり。じゃあ、食べる？で、そのまま一回戻して、斜め下を見て、そのまま斜め下に首を倒して、そうそう。で、体が倒れないように、体をまっすぐ下に乗って、首だけ倒して、そうすると首の横の筋が伸びてくると思います。うん、はい、OK。今度反対、左手で、右の耳の横に置いて、後ろに回す。で、横に倒して、OK。ここから斜め下を見て。はい、OK。はい、戻しましょう。OK。で、鼻で息をちょっと吸って、で、口から吐いて、弱く吐いて、でもう一度鼻で吸って、目をつぶろう。で、口から吐いて、吸って、だらーんと力抜いて。OK。そしたら、またさっきみたいに壁側に一回立って、ちょっと確認してみましょう。そうそうそう。壁に立ってもらって、足、拳1個分ぐらい、壁からかかとを離して、両足つけて立ってみましょう。そうそう。で、軽く顎を引いて、顎軽く引いて、そう。うん。
その状態で、まあ、さっきのこう後ろがついてる感覚と今の感覚がついてる感じがあれば OK、うん、でさっき手がこんな状態だったから、うん、だいぶ今こう引けてるから背中が、うん、これ少しまあ1日で本当に15分ぐらいやるだけでも体がもう丸くなるっていうのは、あの、ユーザーの方が強いから、うん、そこを後ろに手を持っていくっていう意識をつけてあげないと、うん、なかなか首の凝りが取れないから、なるほどね。そうそう、そこちょっと意識してやってみてください。はい。はい。じゃあ今日は、まあこういう形でリクエストコーナー的な、うん。うん。肩こり。まあ、首凝りを取っていくっていうので、まあ、マッサージとかいろいろあるんですけど、うん、自分でエクササイズによって血液の循環を良くして、まあ、そこを取っていくっていうのは非常に大事なので、まあ、日々あの時間あるときはぜひ取り組んでみてください。はい、はい。で、こちらまた YouTube 上げるので自分の動き確認しながら、1週間後だったりとか日々のトレーニングに活かしてもらえるといいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、はい、ではまた明日よろしく。お疲れ様です。せーん、えー